対決サクサクセス60回目、戦う選手はパリーグ8月の月間 MVP を受賞した楽天の新助っ人ブセニッツ投手と対決だ。8月の月間成績はこのようになってます。登板14試合で防御率は 0.00、 月間一度も失点することなく楽天の勝利に大きく貢献したことが評価されて、来日1年目にして初の月間 MVP を8月に取ったわけだ。そしてシーズントータルでもね、ここまで50試合に登板して防御率は1.31 となかなかヤバめな数字残しとるからね。あと面白いのが防御率 1.31 に対して VIP が 1.21 あるんだよね。防御率に対しての VIP がなんか高いような気がする。まあこれを見る限りランナーは出してるんですよ。ただそのランナーを介さず対ピンチでしっかりと抑えてるから、ここまで素晴らしい成績を残してるんじゃないでしょうか。初対決となるブセニッツの能力はこのようになってます。こちら5月上旬時点の成績を元に作られてるので、まだ本来のブセニッツっていうのが再現されてないんですよね。能力としてもどうでしょうか。まあコントロールに弱点があったりしますから、これだとリアルなブセニッツのような活躍をするのは難しいかもしれませんが、まあただ今回はこのブセニッツとの対決をしていくわけ、で対決する際は縛りプレーを用意させていただきました。相手はやっぱ完全体ではない選手なので、選手を作る際は持ち込みアイテムなし、ステージ1と2に関してはもう最短でゴールに向かうこと、青パネルを避けて最短でゴールに向かってステージ3から本格的な育成をしていく、その中ブセニッツを超える投手というものを今回作れるように頑張っていきましょう。レッツ対決サクサクセス。ステージ11、初期変化球はなんだこれ、パームボール。なかなか珍しい球種持ってますね。まあこれを武器にしていきましょう。先ほども言った通りステージ1は最短ルートでゴールに向かっていきたいと思いますので、これで終わり。ステージ2も同様ですね。青パネルを極力避けながらね、まあ避けられない時は踏んでいきますけど、お次ステージ2も、アイテム祭りステージが発生したんですけども、残念ながらこれも最短ルートでゴールに向かう必要性がありますから、極力合わないようにしつついきましょう。人物、犬にもね。あ、ただこのようにですね、もう自己的に手に入ってしまうものは仕方がないので、はい、こっちから行ってもこれで終わり。いやー、もっとハテナパネル踏んでガンダーに会えばね、いろんなカードを手に入れられたんですけど、縛りがある以上仕方がないよね。ここから本格的な育成が始まりますので、ステージ3、現在の能力はまあ全然上げられてないわけ。ほんでカードはですね、まあ自己的にこの急速強化カードとヒーリングカードを手に入れたので、まあこれを活かしていきましょうよ。球速は大事ですよ。ブセニッツは最速154キロのピッチャーですからね。球速はこちらもあった方がお得、ないとダメやな。制球力超人伝でコントロール、もうすでにブセニッツ級だよね全然褒められた言葉じゃないけどね。濃紺ですから現在のブセニッツは。おー、体力超回復いいね。新たな変化球パネルもあるんで、あれもちょっと取っておいた方がいいかな。スタミナもある程度最低限は持っていた方がいい中継ぎですけどね。吹っ飛ばしカードでこれで可憐対策ができたので安全やね。安全安心、そんな世界が今ここにある。あ、でスタミナ下がりまくってるね。 G の18になっちまった。前はシュートボールが追加されましたね、新たな変化球に。で、君は誰だい。平石監督、松坂世代の人ですね。あー、でどうしようかな。このステージはまだできることはたくさんあると思う。まあでもこれで終わっとこうか、うん、体力もかなり温存できてるんでね、残る4、5でどれだけ上げれるか。宝箱も取ってね、遠慮なくいきましょう。ステージ4で今やる気も低い状態なので、まずはやる気を上げるとこだな。これだと能力の上がり幅がかなり少ないからね。やる気を上げて、おっと待てよ、目の前にある速球パネルを踏んだら全部変わるな。どうする、球速はテーマだろ。それにいて球速強化カード持ってるのであれば迷いなく踏みましょう。はい、全部変わりましたとさ。で、ちょっとカレンがいる。まあでも無視して大丈夫ですね、今回は。むしろカレンははめていきましょうよ、こちらから。チャンスですよ、好機ですよ。これはうまくはめたいんだが、お前どうやって動くねん。体力回復 OKOK。 いや、こっち来るんなら来てほしいんだけどね。はい、来ました、カレンはめ成功。オッケーケー、センキューです。体力も回復順調そのものやね。で、まずはそこにいる選手と宝箱取っておこう。中身は急速超人伝で141。このステージだけで150は軽くいくな。で、これは損かな。スタミナ4アップ、それよりも急速上げてほしかったね今。で、体力も回復、あとはステージ下にある
収束パネルを組んでヒーリングカードで回復したり、いろいろとやって終わろうか。ハテナパネルで悪いことが何も起こらない。それでいえ野球マンの登場、これは絶対に合わないと。ただ入り位置が絶妙に遠いから、これは一回シャッフル踏んで近くに現れてほしかったんだけどね。この距離感を考えたらもう野球マンに会わずして先に進むのが正解じゃないかな。多分会えないよ。うん、諦めよう。時には諦めは肝心だ。最終ステージに向かいましょう。言うほど球速上がらなかったね。150いくかなと思ったんだけど、これじゃまずいな。なんかどっちつかず、球速派でもなければかといって変化球派でもないな。どっちつかずなやつで勝った経験はほとんどないから、ちょっと中途半端に終わるわけにはいかないね。何か特化した武器を持っておかないと。この選手にはそれがない。まあ、150はいくだろうね。野球偉人伝特殊能力回復し、牽制丸対左し、いいですね。いろいろとついたわ。まあ、5月時点のね、能力、成績を査定され作られてますけども、まあ、特殊能力自体は結構持ってますからね、対戦相手の犠牲率。俺もそれを手に入れる必要がありますから。で、どうしようかな。これはそこにある速球を踏んで150到達、かつカレンもはめれるね。OK。その他、金縛りで戦車は動けないから、あっておこう。特製ドリンクゲットだぜ。で、第2変化球は、ムービングファストボール、動かす球か。いや、日本だとかなり、有効的な球だと思うので。ゲットできてよかった。奪三振高梨選球、左キラーの高梨がいい特殊能力をくれたね。あとはあの上にいる振動にあって、いやこっち来いよ、こっち来いよお前、あのそんな時間ないね、動くなよお前。どうしようかな。これ速球パネルありますか。あ、特化パネルあるんで、まずこれ踏んでもう全部速球にチェンジで、あとはねこれゴールに行くまでの体力もちょっと厳しいからな。あ、8回復、これでいけるようになったけど、問題はちょっとここの道中の赤パネルは踏まないといけないので、振動来い、よーし、会えた。で、全体の能力上げてくれ。2シームはもうもらえないでしょうね、ムービングファスターがついてるから。あー、体力回復、どうしよう、別の道から行けへんかな。やっぱ赤パネルそんな踏みたくないんでね。残る体力は12でしょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あー、ちょうどこれでいいんじゃないですか。うん、でヒーリングで回復もありますから、おー、いいですね、いいですね。これが続いたからもう一つ踏める。で、もっと回復してくれてもいいやね。あー、まあでもこれで終わりですね。あと踏めるパネルはもう何も残ってないので終了。今回の対決方法は、両選手を楽天に加え同じペナントで1回回して、単年の成績を比較し勝敗決めていきますよ。ペナントで回す際はどちらも中継ぎのエース起用ですね。こちらは接戦でリードしている時に登板しやすくなりますという起用法だ。あと勝利の方程式やパターン B を使用したこちらになりますのでね、起用法は全く同じですから、出る成績に違いがあるのであればそれは能力の差でしょうね。そして一つアクシデントが発生しました。今回作った僕の選手、適性を中継ぎではなくて抑えにしてしまったんだよね。ミスを犯してしまった。中継ぎ適性がない選手を中継ぎで使うと本来の力が発揮できなくなる。これはオートペナントでも同じなんですよね。それにもよってちょっとね、僕の選手の方がいい成績を残しづらい環境になってしまってる。まあ俺がしてしまったんだけどね。まあ今回はもうこのアクシデントを受け入れてですね、適性は持ってないですけども、中継ぎ起用でこれから2選手を回していきますから、どっちの方が楽天の勝利に多く貢献していい成績を残すのか見ていきましょう。1年のシーズン開幕じゃい。1年のシーズンが終了。僕の選手ブセニッツが率いる楽天はリーグ3位ということで、勝率は5割を大きく下回ってるんですけど、それでも3位に入れるんだね。まあこのパリーグは西武とソフトバンクファン以外は全く楽しめなかったんじゃないかな。気になるのは個人成績ですからね。そこが今回重要で、そこの部分で僕の選手と相手どっちの方がいい成績を残すことができたのか。成績オープン。うん、もちろんここの名前はないですね。さあこちら防御率順で並んでますのでね、よければすぐさま名前を見ることになると思うんですけど、まずどっちの名前が出てくるんだ。最初に出てくるは誰なの。おっと、俺の選手防御率 2.44。 あれ、適性持ってないから本来の力を発揮できないはず。しかし本来の力が発揮できずともこういう成績を残す選手っていうのを今回俺は作ったらしいですね。素晴らしい、文句なしですよ。まあまあ僕の選手はこんな感じ。続けてブセニッツはどこにいる。まだ出てきてないですね。あら、
まだまだ出てきてないよ。おっと、ここで出てきました。 4.11 か。同じ起用法で回した結果、防御率が約2近く違うということは、それはもう対決の勝者敗者が決まってるようなもんだと思いますけどね。まずは僕の選手から確認していきましょう。登板67試合とえぐい酷使ですね。まあでも上には上がいるわ。高梨が74試合、青山に至っては84試合ですからね。それでいてイニング数が109イニングも使われている。久保田の悲劇以上な悲劇がここにありました。まあゲームですから、フィクションですからね。固定して回してる以上こういうことはたびたび起こる。別にもうそこに対するツッコミはいらないでしょう。僕の選手はまあこれだけの登板試合数で防御率 2.44 と、本来の力を考えてもこういう成績残しづらいと思うんですけどね。その中適性がないから、場合によっちゃブセニッツのように4点台5点台もありえるかなと思ってたんですけど、全然いい意味で期待を裏切ってくれましたね。投球回81イニングを投げての2勝4敗と4回負けに絡んだらしい。まあ1シーズンで4敗することは別によくある話ですからね。多くもなく、まあかといって少なくもなくといった感じじゃないかな。まあ0であればより良かったですけどね。セーブが4つ、ホールドポイントが30ホールドポイントで、奪三振が72個、三振率は8、フォアボール22個で四球が1個で四球率 2.56、 打者336人に対して基本塁打が7本で率は 0.78、 被安打72安打、率は2割3分6、得点圏では1割9分4厘とリアルなビサニッツ同様、対ピンチでのピッチングというのが素晴らしいですね。対左は2割5分4厘でウィップ 1.16、 失点29、自責が22か。これ守備にも若干悩まされてるんじゃないかな。エラーによって生まれた失点っていうのが6失点あり、あ、7か7あるのでね、まあ、誰がエラーしたかも分かんない。投手のエラーもね含まれますからね。なので誰がエラーしたのか正直分かんないんですけど、まあ、それがなければもう少し負けに絡む回数も少なかったんじゃないですか。でもまあ中継ぎというポジション、まあ、そこは文句言えないね。まあ、トータルの成績を一通り確認しましたけども、もう素晴らしい。どのチームでもセットアッパーという役割でやっていけるほどの成績ですからね。続けて対戦相手のブセニッツで見ていくと、まず注目なのが8敗してるんですよね。セットアッパーというポジションで8敗絡む中継ぎはぶっちゃけ今季でおさらばかな。来季の契約ないよブセニッツさん。この敗北数はリーグで、あ、じゃない、楽天では4番目の数ですからね。それがみんな先発でしょ。うん、やっぱこの中継ぎというポジションで8敗は罪の重い8敗数字ですよ。そのなんか防御率は 4.11、 76イニングを投げても、まあ、これでセーブは3、ホールドポイントは同じく30ポイントですね。まあ、同じ起用法ですから。奪三振は60個、三振率 7.04、 フォアボール44個でデッドボールが6個と多いな。で、四死球率 5.87、 制球能力がもう壊滅的だね。壊れてます、ぶっ壊れてますよ。これはだからまあ9回投げれば、まあ、5個以上は与えるってことですからね。中継ぎだともっと印象としては大きいんじゃない。もう出てくるたびにフォアボール与えてる、まあ、マーティンみたいな投手ですよね。フォアボール与えて自滅して、お前マーティンやったんかブセニッツさん。それじゃあかんね。打者341人に対して基本塁打9本で率も1を超えている。ただでさえランナー出す機会が自らの自滅で多いのにもかかわらず、それでいて一発打たれたら防御率4点台も納得だよね。ただ被安打率に関しては2割3分7ですから、言うほど打たれてなくて、タイピンチでも2割2分2厘、リアルなブセニッツ同様タイピンチに強いじゃないですか。まあ、対左もド派手に打たれてるってわけではないですからね。ウィップは 1.46 で、まあ、失点38、自責35でのフィニッシュ。謎の暴投1回がありますね。そんなミスいらへんねん。で、最後に確認するのは月間 MVP。 今回の対決の一つのテーマでもあります。そこの部分でどちらか取ることはできたのか見ていこう。どうだ、あーとないですね。増田が2ヶ月連続受賞、これには驚いた。中継ぎ、まあクローザーですね。クローザーというポジションで2ヶ月連続取るってなかなかないと思うんですけど、取ってますね。その後岸千賀、有原、マルティネスといった感じで、で山川もすごいですね。なんか西武勢独占してるじゃないですか、投手も野手も。3ヶ月受賞か。その中4割0分9厘11本とかね、3割3分3厘13本、かえげつない。これトータルで山川の本塁打見たらどんな感じなの。おっと待て、打率から柳田が3割7分3厘とやばいが、まあ一旦置いとけ。ホームラン数は61本、新たな記録が誕生してる。なんだよこれ、お前誰だよ。山川です。
やばいっすね、令和のホームランバッターここにいましたよ。それじゃ初めて見たわ今作ね、まあ、50本程度打つ山川奈々も定期的に見て飽き飽きしてたんですけど、さすがにシーズン本塁打記録を塗り替えるこの61本を見たのは初なので興奮しますね。やっべえなこれね、まあ、月間あれだけ打ってるんだもんね。トータルで見たら61打つこと驚きはないわな。柳田の打率の高さはもう消えましたね。インパクトがこっちの方がすごすぎて、本塁打率も 8.7、 8打数に1本出てるという計算か。フォアボールの数もえげつないな。出塁率は4割3分8、長打率7割1分1で、 OPS は11割4分2と圧倒的ですね。やはり柳田打率がすごいから出塁率も4割6分と、こちらもね本来山川がいなければかなりピックアップされてすげえすげえってなるところなんですけど、いかんせんこの男がおるから全員霞むわ。もう俺たちの対決も霞んだ、消えていったね、どうでもよくなってきたわ。両選手のペナントが終了し、成績を比較するまでもないんじゃないですか。やはりね、同じような登板数と同じような投球回、まあほんで同じような機会の中の登板ですよね。同じ接戦時という中、その中 2.44 と 4.11、 この時点で勝負ありですよ。それにいて内容の部分ですら僕の選手が圧倒的ですからね。三振を取る能力、一番違うのは制球力ですよね。フォアボールを与える能力、やはりブセニツに関しては自滅、制球力がないことが影響してか、それが結果という部分にもまた内容の部分にも大きく響いていますので、うん、まあもう一目見ただけでどっちが勝ちか負けかというのははっきりと分かりやすく出てると思います。僕の選手の勝ちということでよろしいでしょう。今宵もドラムロールなしでの結果発表か。なんかここ最近寂しいよね。まあでも仕方がない、勝つ負けるにしても大差が多いですから、今回もそうですよ。もう投球結果内容の部分が差がありすぎた。中継ぎというのは一番結果が求められるんですよ、特にワンシーズンともなればね。その結果の部分でやはり防御率の差っていうのは、もうどっちが勝ちか負けかはこれ生まれたての赤子、これから生まれてくる赤子であれの気づく話ですからね。分かりやすい対決になりましたね。ブセニツとはこれが初対決だったんですけども、まあ、これ本当の勝利とは言えないね。先ほども言った通り、これ5月上旬時点を査定され作られているので、能力としては全然物足りないですよ。今後のアップデートによって制球力もそんなリアルでは悪くないですからね。むしろいい部類の投手ですから、まあ、制球力コントロールの部分では一気に C 平均以上とか上がるんじゃないですか。その他変化量だったりね、球速だったり特殊能力だったりいっぱい追加される予定の投手ですから、まあ、今回勝ったというだけであって今後もブセニッツとは対決します。アップデートを重ねて強くなったブセニッツに勝つことに俺は意味があると思いますのでね、また次の機会をお楽しみに。そして今回はこれで終わりです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイマターボー。